はい、どうも、こんにちは。ななぎです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー。今日の題材は2000年度の東京女子大学の入試問題です。範囲は 2b の割り算ですね。正式の割り算ですね。はい、それでやっていきたいと思います。正式 fx を x の2乗マイナス x プラス1で割った時の余りが x プラス2である。このとき f x かける g x を x の2乗マイナス x プラス1で割った余りが1となるような一次式 gx を求めようってことですね。まあ割り算の式を書いてみましょう。f(x) が、えー、x の2乗マイナス x プラス1で割った時の余りが、えー、x プすス2なので小を qx と置きます。で余りが x プすス2ですね。 この時 fx×gxgx っていうのは一次式なんですけどとりあえず gx ってこう置きましょうそうすると、えー、これ全体に gx をかけることになるので、えー、x2 乗マイナス x プラス 1qx に gx がかけられてそれで x たす2の方にも、えー、gx がかけられることになります。gx ですね。ここは別に括弧いらないかな。 gx で,す、ね、でえー、っと余りが1となるような gx を求めようってわけですねで x の2乗マイナス x プラス1で割った時の余りが1であるようなっていうふうなことがえー、っと書かれているわけですけど x の2乗プラス x プラス1でここでは割り切れてるわけですってことは えとここを x の2乗プラス x マイナス x プラス1で割ったあまりに等しいわけですねで gx が今、えー、とこれ一次式なんですよね一次式だって言ってるってことはこれは ax たす b っていう形に書けるわけですだからえっ、ー、とここの部分は書き換えてしまって gx イコール ax たす b を代入してしまいましょうそうすると えーとここの部分だけちょっと取り出して計算すると A の2乗をプラス +2A+B ですねたす +2B ってなりますでえー、とまだこれ X の2乗をマイナス X+1 で割れるんですよねで割った時の小は A になりますだから A か X の2乗をマイナス X+1 というのが出てきて えー、余りが1ってことだからこうなるってことですね。えっ、ー、とまあ x の2乗マイナス x プラス1で前半は割れているので前半は割れているのでここはもう割れているのでだからこれを x の2乗足す1マイナス x プラス1で割った時の余りが1だっていう式にならなきゃいけないってことです。こうならなきゃいけないってことですね。 で gx を a+b と置くとこの展開式はこれだからここの部分が恒等式になるってことです。いいですかということは、えー、と x の2乗の係数は等しくて、えー、と x の係数とそれから定数項が等しいということなので2 a プラス B が えー、マイナス A という式が出てくるということと 2B が、えー、A たす1というのが出てきますねまあこれで連立同定式解けばいいわけです、えー、と B イコール、えー、3A と出てくるので、えー、マイナス 3A か B イコールマイナス 3A というのが出てくるので、えー、マイナス 3A 代入して A について解けば A イコールマイナス7分の1というのが出てきます でマイナス 3a ですから b=7 イコール分の3 7ですね。ということで gx は一次式ですから ax たす b でマイナス7分の 1x たす7分の3というふうになります。これが答えですね。いいですか えっとまあよくねこの x の2乗マイナス x プラス1で割った時のえっ、ー、と小が 9x であまりが x 足ス2って言った時にえっ、ー、とここをゼロにするようなあ値ですね x の2乗マイナス x プラス1をゼロにするような値はえっ、ー、とこれ一の六乗根ですよねだから えと例えば3乗根のオメガに対してオメガのマイナス取って契約取ったものこれなんかが解になるわけですけど、まあ、こんなのを代入するのかなっていうふうに思ういますよね。思うけど別に必要ないんですよね。えっ、ー、とまあ GX のところで代入することで、えー、と A, A と B の値はもちろん求めることはできるけれどもまあ、えー、と特にそれをする必要はないかなと思います。 x の2乗マイナス x プラス1で割った時の余りが x2 っていうことは、えー、とマイナスオメガのバーを代入した時に余りがマイナスオメガバープラス2になるっていうことなので、まあ、それを使ってもねもちろんできますけど、えーとまあ、これでえっと簡単に処理ができるので、えー、gx が x に足したものかけたものを x の2乗マイナス x プラス1で割った時の余りが1ということでまあえっ、ー、と高等子を作ることができるので係数比較で求まるというわけですねはいこの方が簡単にあのことが進むのでまあこの方法でやっていった方がいいかなと思いますはいというわけで別回は特に、えー、と用意してませんこのこの回答が一択ですね えー、この方法が一番ベストだと思います。本日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。